内海武の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、河原と心の診療所、院長内海武雄と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に十0分程度で配信しています。あと毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、 えー、毎週日曜日は医師国家試験クイズをやってるんですけれども、今週のテーマはですね、ちょっと今週のテーマね、何にしようかなと思ったんですけれども、実は昨日、おとといとですね、大阪で日本うつ病学会っていうのがあったんですね。で、私自身はあの全然学会員でも何でもなくてですね、まあ大阪であるっていうのと、あとは昨日の、えー、と土曜日の晩にですね、市民公開講座っていうのがあったんで、それにちょっとお忍びで行かせていただきました。で、やっぱりね、改めてね、うつ病って、 あのまあ、非常に多い精神疾患の一つですし、ふだんね、わ私ね、精神疾患に関してはね、極力ちょっと避けてきたんですけれども、その診療内科と精神科の違いとかね、えー、ごっちゃになるかなと思って、避けてきたんですけれども、うつ病に関してはですね、実際に診療内科医が見てることもあるので、ちょっと今回、えー、今週ですね、取り上げてもいいかなというふうに思って、えー、うつ病に関して、 何回かシリーズでやっていこうと思います。はい。それの第1弾ということで、えー、っと、第112回の医師国家試験のいい問題の8っていうのを一緒にやっていきたいと思います。はい。えー、あ、これまた必修ゾーンですね。必修ゾーンで、えー、医学生の正当率99%っていう問題ですね。はい。じゃあ問題。えー、患者の訴えのうち、抑うつ状態を最も疑わせるのはどれかということで、非常にシンプルな問題ですけれども、 A、すぐにカッとなってしまいます。B、何をするのも億劫で仕方ありません。C、なんとなく落ち着かない気持ちになります。D、昼間にうとうとすることが多くなりました。E、外に出ると誰かに見られているような気がします。というのの椅子です。はい えー、もう一回選択肢だけ行くと、あ、翌日状態を最も,も疑われるのはどれかということで、A、すぐにカットになってしまいます。B、A、何をするのも億劫で仕方ありません。C、なんとなく落ち着かない気持ちになります。D、昼間にうとうとすることが多くなりました。E、外に出ると誰かに見られているような気がします。という、はい、5つですね。はい、じゃんじゃん答えてください。えー、っと、あ、じゃんじゃんか来てます。はい、ありがとうございます。えーっと と、B でお願いします。B。B。はい。えー、っと、ちょっと待ってください。BB。BBB。B で。B。B 以外の方いらっしゃいませんかこれはな、あ三つ鉢の B が来てますけれども。はい。はい。じゃあ、正解発表。正解は、 B ですね。はい。正解の方おめでとうございます。ちょっと、リンリンが今手元にな,ないのを今気がつきました。失礼しました。はい。<laughs> はい。ということで、B が正解ですね。まあ、これ典型的なね、抑うつを思わせる文言っていう感じですね。エピソードっていう感じですね。はい。で、まあ、これが、まあ、あの、うつ病。まあ、抑うつ状態ってですね、うつ病以外にもなることあるんですけれども、ただ、 あのその患者さんの門から当然診断していくんで、まあ、これを言われて、これが抑圧状態であるということに気づかないとですね、あのうつ病の診断もできないということになるので、まあ、これは、ね、あの医学生というか、まあ、医者として必須の知識かなというふうに思います。はい、でちなみにですね、ほ、まあの選択肢をちょっと検討していくと、まあ、A に関してはですね、すぐカッとなってしまいます。これね、なんか典型的なこの病気っていうわけではないんですけれども、ただ、あのこれ、異度性っていうあの起こりやすい。 優,優しいにしに怒るにせいって言って、え、移動性のことなんだろうと思うんですけどねあの、総局症とかにね、えっと、特に想定しているときになることとかもありますけれども、まあなんか、どの、生死実感に典型っていうわけではないかなというふうに思いますね。で、えー、C、ですね、なんとなく落ち着かない気持ちになります。まあこれは、まあいわゆる、 あの、焦燥っていうやつですね。はい。いう感じで、まあ、不安焦燥とかで、まあ、不安症とかによく見られる症状の一つかなと思いますね。で、でですね。で、は昼間にうとうとすることが多くなりました。まあ、これは、まあ、典型的には睡眠障害、不眠症な感じがしますけれども、はい。まあ、それ以外の、まあ、精神疾患でもですね、あの、この、お 仮眠とか逆に不眠とかですね。こういうのが、まあ、うつでも現れることもありますけれども、ただ、まあ、抑つ状態の文言ではないということで、まあ、D はちょっと惜しいんですけれども、D はバスっていう感じですね。はい。で、えっ、ー、と、E ですね。E は外に出ると誰かに見られているような気がしますっていうことで、まあ、これはね、典型的なあの中殺妄想っていう、えっ、ー、と、中殺って、その、えっ、ー、とち、注意の中に警察の殺っていうので、あの、見られてる。 妄想っていうので、まあ、非常に典型的ですけど、まあ、これ、統合失調症の妄想の一つですね。まあ、統合失調症ってね、幻聴もあるんですけれども、こういった妄想、誰かに見られてるようなあとか、狙われてるような感じがするとかですね、こういうのはよくありますよね。と、はい、いうことで、まあ、いいは違うっていう、そんな感じでした。はい、ということで、えっ、ー、と、まあ、抑止状態ですね。抑止状態とあと、興味、喜びの、うん 消失っていうですね、まあ、これのどちらか一つがね、うつ病には必須なんですけれども、それ以外にもですね、結構、その体の症状で出ることもあるので、そのむしろ体の症状で、例えば食欲が減っているとか、体重が減っている後、おまあと、不眠とかもそうですけれども、そういったことでね、内科に受診される方も結構いらっしゃるんですね。で、そういったときにこの辺んのことを聞いていって、えー、実はうつなんじゃないかっていうことを疑うっていうのはね、あの実は結構重要なことでして、それで、 今日ご紹介させていただいた次第です。はい。ということで、正解の方おめでとうございます。はい。ということで、明日からはですね、ちょっとうつ病に関連するうーいい資料とかですね、がありましたので、それをご紹介していきたいと思いますので、明日以降もぜひ聞いていただけたらと思います。はい。それでは最後、しんしんじゃんけんにいきたいと思います。いきますよ。しんしんじゃんけん、じゃんけん。 初期ということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科の竹井でした。興味津々。